音楽学長勝崎有玄より皆様にご挨拶でした。さて本日のイベントにあたりまして大変ご多忙の中、高野幸夫豊島区長、そして竹下博美区議会議長をはじめとしまして豊島区行政関係者の皆様がたくさん駆けつけてくださいました。ありがとうございます。本学は今年3月、豊島区との間で個別の地域再生についての地域創生についての協定を結ばせていただきました。これを受けて4月からは高野区長自らが先頭に立ち、豊島区の職員の皆様による豊島学という講座を開設しております。大正大学もこの豊島区の思いを受け、豊島区行政の積極的な協力、行政体制を整えて行っております。こうした意味で高野区長から大学、そしてこの巣鴨の町にエールを送っていただきたいと存じます。区長よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました豊島区長であり本校大正大学の客員教授を拝命しております高野区長でございます。今日は、素材堂、大台観音堂ができて1年というような形、そして、バラ花街道のプロジェクトの前夜祭というような形の中でお招きをいただきました。今日は本当に素晴らしいお天気で、おそらく一年中で暖かく、そして寒くもなく、で風もなく、素晴らしい、お天気に恵まれたわけでございまして、本当にこのようにこのような高い席からご挨拶をさせていただくことを心から感謝をしております。今ご紹介のように大正大学と豊島区はいろんな地域連携というような形の中でさまざまな協力をしながら、そしてこの豊島区をしっかりと支えていただいているのではないかな。私の先般学生さんの前で分かりやすい行政、そして豊島区が今進めているいろいろな、夢、そしてさらには、これからのまちづくりというようなことについてお話をさせていただき、また、豊島区の職員が幹部がずっと毎週講義をさせていただいている、大変そういう意味でも本当にご理解をいただいております。今日はこちらの方に、久しぶりにお邪魔をさせていただき、ちょっと時間が早かったものですから左在堂大台観音堂を、お参りをさせていただきました。最初に多田前学長さんが、私と一緒にずっと上がったんですけど、降りてきましたら区長顔が全然変わりましたよ。今まで険しい顔から本当に優しいいい顔になった、もう政治家だと思いますけど、大変お参りをさせていただき、なんか清々しい気持ちも感じました。本当に今勝崎学長さんからのお話のように、私たちもしっかりと、大正大学と連携を取りながら素晴らしい町づくりを進めていきたい。特に豊島区は日本一の高密都市でございます。それだけにですね、まだまだ人口も着実に増えてるんです、けれどやはり大勢なこんな、豊島区であってもですね、大変皆様方に住みたい街になるように、これからもまた通ってくる学生さん等々もですね、本当に安心して通えるような、そういう街づくりを大学、大正大学と一緒にさせていただきたい、そんな熱い思いをしているわけなんです。ご紹介のように今日は、竹下博美、区議会議長さん、さらにはご地元の吉村達崎幹事長さんともともですね、お邪魔をさせていただきました。これからも大正大学とともに豊島区歩んでまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。